こんにちは、流し屋ゲーム博物館の岸です。今回はこちらのね、じゃんけんマンの5連勝するまで帰れま手にチャレンジしたいと思います。こちらのじゃんけんマンね、1回勝つとまたこれ倍々ゲームで、どんどん2枚4枚8枚って連勝ゲームにチャレンジできるんですけど、5連勝するとね、32枚で自動的に払い出してゲームオーバーになるんですよ。なのでまあこのね、じゃんけんマンを、振り切り5連勝までチャレンジしようかなと。で結構ね、5連勝するのは難しいかな、運の要素もあるんですけど、それだけに帰れま手にチャレンジする価値があるかなと思います。でね、今回は2000円分の10円用意しました。ちょっとね、これ運の要素もあるんで、ちょっと多めに用意しましたけど、これだけあればね、5連勝達成できるんじゃないかと思います。それではね、チャレンジスタートしたいと思います。それでは1回目。分かった。まあ1回じゃ勝てないですよね。1回で5連勝できるほど帰れま点は甘くない。でも運が良ければ32というか5連勝できる可能性はなくはないんだけど、1回でも当たりが出ないと、なんかこうもう作業的に初代ジャンケンマンはテンポが悪いっすね。なんかこう愛子を言わないし、なんかこのジャンケンのあれも間延びしてるし。あ、来た。あ、来た。3連勝。3連勝止まりか。ね、お客さんが32枚5連勝出してるのよく見かけるんですよね。やっぱり5連勝すると自動的に払い出しされるんですけど、やっぱねこうギャラリーが湧くんで、あ、また出たかって分かるんですよね。だそれピカデリーも言えることで、ピカデリーでも30枚出るとね、盛り上がるんでね、音でも分かるんだけど。お、2連勝。お、3連勝。お、4連勝。これで勝てば。4連勝止まりか。今の4連勝いけるかなと思ったんだけど。もうこれ初回の勝ちまでは本当に作業動画ですね。お金を入れてボタンを押してまたボタンを押す作業。あった。こっからが面白くなりますね。
2連勝3連勝お4連勝リーチです。これで勝てれば、あ、勝った、やったー、5連勝無事5連勝できました。メダル32枚ゲットですね。で、かかった金額が、320円かかってるんだ。あ、ちょうど320ってことは、まあ、チャラってことですね。メダルが32枚出てて、で、お金が320円使ってんで、まあ、ちょうどチャラのとこで出ましたね。まあ、でも、よかったよね。で、5連勝したら、自動払い出しのとこも取れたし、結構良かったですね。まあまあ、でも、32回で、まあ、5連勝ね、クリアできたんで良かったんじゃないですかね。ではね、今回は、じゃんけんマンの5連勝するまで帰れま手にチャレンジしました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。じゃんけんタイム。いきますよ。最初はブンブン。バーイ。全国のちびっこ諸君、クラスに一人はじゃんけんのチョキをこう出すやついるよな。